まあ、彼が来てから1日目、うん、果たして彼は1日目一体何をしているのかっていうのをちょっとお見せしたいと思うんです。見てみたいね、1日目。来てからですね。見てみたい。特に何ら変わったことはしていませんけれども、うん、彼は現在ここにいます。ね。わかりますか？ということ。隠れてねんな、ずっとな。隠れてんの？ずっと隠れてまーす。ね。隠れてんの？えらいちっちゃい顔でね。うん。えらいちっちゃい体なんですね。めっちゃ可愛いない、みんなちょっと今のとこ見た、マジで。いや、ちょ待って、見てないと思う。もう一回確認してほしいよ、俺。今のとこがもう一番可愛いかもしれない、俺。たまにいるじゃない、ツイッターで。うちの猫が一番可愛いとか言って。これ多分、見て、みんなこれ見た？これエグいんちゃう？ちょっと。俺、インスタあげよう、これ、俺、ここ。まあ、といったところが、うん、本日1日目。まあ、飯も食うし、うんこもするしな。特に問題ないな。見てこれ、ちょっとマジで爆発するんちゃう、自分ら。いや、これやばいわ、これ。ほら、ここ、これ、ここに入んねんで。こんなん、こんなんやで、こんなんやで、これ、ここに入んねやから、すごない？今のちなみにオセロはこれぐらいなんですよ。これぐらいの大きさです。で、これぐらいのところに入っちゃうっていう。これはもうね、ビビリでね、100点ですね。ひたすら私から逃げて、100点だ。おせろ。あ、来た。おせろ。わあ、かわいい。見て。ものすごい。眠たいですっていう顔してます。めちゃくちゃ眠たいんけ。何でお前、みたいな顔してます。おせろ。おせろ、名前分かったんで、ね、俺の自分の名前分かったんで、ね、俺の足なんかさ、泥団子磨いた時みたいな足だった。なんで、あれ、なんで俺の足そんななんか変なってた、今なんか泥団子磨いた時みたいになってるね。ちょっとよく見てほしい、みんな。なんでこんなテカってんねやろ。分かってたらおいで、もう一回言うぞ。自分の名前がオセロって分かってたらおいで。オセロ、喧嘩売ってんのか、喧嘩売ってんのか。よーし、抱きをしてるな、セラ。よーし、見たく言ったことだな。おせろ、え、むっちゃかわいい。なにこれ、食べてしまうかもしれへんよ、俺。っていうか、俺イヤホンつけてんのに刺さってないって。どう、俺何のためにこのイヤホンつけてんの、じゃあ。